こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ、最近ガーデニングのことで悩んでいるというか、もうそうしてしまおうかなとか、いろいろ先輩のご意見なんかを聞いてちょっと考えています。皆さんバラはお好きですよね。私も大好きです。以前この家の周りには70種類のバラがありました。もうすごい、玄関なんかもものすごかったけど、手入れが大変すぎて減らして、今5本まで減りました。なんですけど、オーデンが来て庭をこう走り回るときに非常にバラのトゲが足に刺さったりして、かわいそうなことが何回かありました。もうその様子も見ていて、私は植物が大好きだけど、バラはもうちょっとトゲも大変だし、剪定の枝を処分するのもすごい大変なので、なんかちょっとそろそろバラから卒業しようかなっていうふうに思っていて、私のとても好きなバラのお庭の方にお任せして、そこを見せていただきに行くとか、そうやってよそでバラを楽しんで、自分の庭からバラはちょっと減らしていってしまおうかなっていうふうに今思っています。もうすでに70本あった種類のバラを鉢に植えてたり、たくさん植えてたし、地に植えてたバラもいっぱいあったけど、その当時は友達の畑を借りて、車にブルーシートで3往復ぐらいバラの枝を積んでは剪定時期に運んでいました。で、今はゴミ袋に10袋ぐらいとかなるの、多い時は、そんなバラの剪定枝をゴミに捨てているんですけれど、やはり枝をすぐ近くにポイッと置けるとか、なんか積み上げておけるようなバックヤードみたいなね、場所がある庭だったらいいと思うんですけど、なかなか袋にこう詰めていく作業も大変だし、とにかく狭いので庭が、なんかね、ちょっとそんな言い訳をして、バラを切ってしまおうかどうしようか、今悩んでいるところです。皆さんは年齢を重ねて、頑張ってバラをずっとやっていかれる方もいると思うんですけど、まあこういうところに、あら、映るか、映んない。切り傷が絶えません。水やりしてたのに、ここに切り傷があって、まあいつもだから、庭のするときは長袖をするんだけど、ちょっと夕方、バーッと水やりするときとかにここ傷をつけてしまったり、とかいうこともあるし、今本当にでもこうやって喋りながらも悩んでいるところです。綺麗なんですよね。いい香りなんですよ。だから悩んで、本当に悩んで、このうちの庭のバラを抜いてしまって本当にいいだろうかって自分に自問自答しているところです。正直消毒とか手入れも行き届かない状況で、まあ、黒星も出ちゃうしね。あと、この暑すぎるんですよね。まあ今、まだ2番か3番かが咲いてくれていますが、どうしようかなと思って今、ずっと悩んでいて、ここをこう、オーデンが走り回ると、ズルバラがちょっと踏みつけちゃったりするんですよね、オーデンが。そういう姿を見てると。普通の草花に変えていこうかなっていうふうに今すごく悩んでいます。もし思い切って切ってしまったり掘ってしまったりするという時になったら、皆さんにご報告動画を撮ると思う。だからといって植物は大好きなんですよ。バラも本当に大好きなんですよ。でも植物全般が好きなので、この間ね、火曜日の日に、
生徒さんのお庭に行きました。本当にバラは木工バラだけでした。でもね、そのなんか丁寧にガーデニングを楽しんでいる暮らしに、確かにバラはなかったんですけど、でもとても素敵なお庭でした。なので、まあ、私も、あと私がすごい大好きな先輩のお庭があるんですけど、まあその草一つ生えてないっていう、以前ちょっと一番最初に庭の紹介をした再生リストで、お庭訪問っていうところがあると思うんですけど、そこの第1回目にご紹介したお庭があるんですけど、そこの先輩も本当に綺麗にしてるんですけど、バラも彼女のうちはいっぱいあったんですけど、ある年齢の時に孫に危ないということで、バッと一斉に切っちゃったんですよね。私でもそれなんかわかるなと思うようになる年齢になりました。40代の頃とかもうバラに燃えてて、庭中バラだらけで、そういう状態、そして世話ができてた、年齢の時、時間に余裕がありました。今は本当に忙しくなってしまって、なので消毒とかも滞ってしまうし、あとバラは一年中、冬場だけですよね。あとは、それも剪定しなきゃいけなかったりするし、あとは消毒と、虫問題ですよ。もう本当に葉っぱを食う、花を食う、飛んできて食べちゃう。もういろんな虫問題とかに悩まされるから、もうちょっとね、本当に、ああ、随分気持ちが固まってきてるんですね。きっとこうやって動画で喋ってるから。まあ、ガーデニング好きの年齢を重ねた方の悩みだと思う。バラってすごいから。そして、うわーってやると本当に見事だからね。ああ、でもちょっと狭い庭なので、ちょっと考えているところです。皆さんどうでしょう。まあ、ちょっと日常のブログ形式で、ちょっとこの後はそんな動画をお見せしますけど、ああ、皆さん、もしコメントにバラのことについて悩んでる方があったら、ぜひ書いてみてください。と、下の方にモロッコインゲン、ミニトマト、ピーマン、キュウリなんかもいただきました。もう山梨県にいると夏野菜ほんといろいろいただけて嬉しいです。桃までいただきましたよ。本当に嬉しい。ナス、これ美味しかったです。キュウリはちょっと叩いて、生姜千切りにして塩でキュウリをつけています。これ食べる時に小分けにして塩昆布をあえて、ラー油をちょっと振りました。非常に美味しい。これおすすめです。おでんくん、みんながね、おでんくんが見れないと寂しいっていう生徒さんがいたよ。よかったね。おでんはこうやっていい子にしている時は、あ、全然顔が映ってなかった、いい子にしているんです。甘えん坊のおでんくんです。そんなにいつも興奮してるわけじゃないんだけど、お客さんが来ると飛びついちゃってね。いい子いい子。主人の部屋の物置みたいな、ここがもうすっかりおでんのお気に入りの場所になってしまっています。朝散歩行った後は、ご飯食べたら、あとはここでおでんはくつろいでいます。次男がゴルフの練習用にと貼ってくれたこの人工芝の上が、オーデンはお気に入りで、ここが今オーデンの部屋になっちゃっています。ここがなんか涼しいし落ち着くし、穴蔵みたいで気に入っているみたいです。ね、オーデン。今日もお留守番してもらうけどごめんね。結構ね、やっぱりバラを頑張ってらっしゃる方、一人っていう方もいらっしゃるけど、私の知り合い周りではやっぱりご主人が随分協力してくださってるんですよね。やっぱりそうじゃ、一人じゃなかなか厳しいなって最近思っています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ワンっていうオーデンの声が入ってちょっと動揺しました。
おでんは元気にしていますよ。暑いけど。